目視でも確認できるほど左右に揺らぐ高層ビル東日本大震災が発生したときに撮影された長周期地震動を捉えた映像です長周期の長いゆっくりとした大きな揺れを長周期地震動と呼んでおります震源から数百キロ離れたところでもですね 高層ビルは長時間にわたって大きく揺らすことがあります長周期地震動は規模の大きな地震で発生する揺れのことで遠くまで伝わりやすいほか堆積層の厚い平野で増幅する特性があります実際に東日本大震災では震源からおよそ800キロ離れた大阪の超高層ビルでも エレベーターが停止し4人が閉じ込められる事態が起きましたこの時に記録された揺れを比較すると1階は1分程度で収まりましたが高層階では揺れが10分以上続いていました 建物についてもです、ね、周期が揺れて、普段から揺れてるんですけど、たまたま地震動で共振して、こういう震度がたまたま合わさった場合に、大きく揺れるっていうふうな状況になるかと県内では、大分市街地を中心に被害が想定される長周期地震動。高層階に対する危険は、どれれだけ認識されているのでしょうか高いところの方が揺れるイメージはあります。 知ってます。震災の時は結構高い建物だったんで。ガーッとこう揺れるわけじゃない。こうどちらかたら、こうゆっくりゆっくり揺れてるんでね。熊本地震を経験してるんですよね。なので、一応なんか防災グッズとかは一応。あ、常備はしていて。長周期地震動は揺れの大きさによって、四つの階級に区分けされていて。階級三では。 待っていることが困難な状況になります。階級さんは2016年の熊本地震で県中部と西部で観測。この時は県内各地で甚大な被害が広がりました。こうした中、気象庁は先月から緊急地震速報に長周期地震動を追加。 階級3以上が予想されるときは、震度予測にかかわらず、携帯電話や防災無線などからアラーム音が流れます。長周期の地震速報を受けることによって、その避難行動というものが、しっかり対策ができる、その心構えができるというところに利点があるとは思います。 大分大学原災復興デザイン教育研究センターの鶴成義久センター長は円を描くような大きな横揺れに警戒すべきと指摘南海トラフ巨大地震が発生した場合は大分市で数メートルも横に振られるような揺れが起きる恐れもあります命を守るためには家具を固定しておくほかいざという時に捕まる場所を確保することが肝心です 今まで通常、地震が起きた、まあ、頭を気をつけることも重要なんですけれども、自分が立ってられない状態になってくる、周辺のものが襲ってくると、もうそういったことも、えー、こあの自分たちの行動の中に加えることによって、長周期への対応、対策っていうことにつながるかもしれません。高層階になるほど危険性が高まる長周期地震動。 市街地特有の災害があることを認識することから一人一人の防災が始まります。